バニアンの木はリリュウオカラニ公園にも続いている。バニアン通りに面したリリュウオカラニ公園の海岸側にはヤシの木が植えられているところもあり、そこから広湾を越えて広ダウンタウンを望める。バニアン通りはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島東,東部の広の海岸線にある並木道で、並木はバニアンツリーなのでこう呼ばれている。バニアン通りは ハワイの広の海岸にある並木道である。有名人が植えたガジマルの木の広有名人散歩道として知られている。これらの木はハワイ島の町を荒廃させた何回かの津波に耐えて来た。この並木道は広国際空港からもそう遠くない距離にある小さな半島を一周し、ハワイ島東部で最大のホテルもここにある。1933年。 公園管理局では、この半島に、ガジュマルの苗木を有名人に植えてもらう計画を練った。翌1934年は、フランクリン・ルーズベルト大統領が広に到着するため、木々の中に道路を作ることを決定し、道は砕いた3号だけの道路であった。当時、半島は、ヒロヨットクラブといくつかの家がここにあった。百三十三年後半、セシル・ビー・デミルは、島で映画、 4人の恐怖の人々を撮影していた。俳優の何人かは、デミル夫妻と共に、全員が自分たちの名前で木を植えることになった。記録によると、1933年10月に8本の木が植えられたという。映画スターたちに加えて、有名な野球選手のベーブルースによって、1本の木が植えられた。有名人による植林は、1934年に10本。 1935年に15本、1936年に6本、1937年に5本、1938年に4本追加で10本の木が植えられた。パッド・ニクソンによって1本は嵐で枯れてしまった夫、リチャード・ニクソンによって植えられた木にとって変わり、もう1本は彼女をファーストレディとして称えるために出会った。1991年、ポリー・ムーニーは、 国際守備担協会の指導者のコートニーシュロップシャーを称えるためとして津波で失われた木に代わって植えた。ムーニー夫人は以前は男性が主であった国際守備担協会で最初の女性会長であってその木には両者の名前が付けられている。大部分の樹木は今でもバニアン通りに沿って茂っており道を追うようになってきていてそこを散歩するのに人気がある。まだ 食事に協力した方々の名前がついている木は、映画スター、宗教指導者、政治指導者、有名な作家、冒険家、地元のハワイ人を称えている。バニアン通りは、リリウオから2公園にも通じていて、小さな歩道橋を通して、モクオラにもつながっていて、広の老舗グランドナニロアホテル、広ハワイアンホテル、ヒロシーサイドホテルもそこに面していて、格好の観光地点となっている。 ありがとうございます。